はい、こちらが、今回、ケアステックさんから昨日届きました、カメラレンズ用の冷却 CCD マルチフォーカサーです。今回改良していただいたんですけども、何を改良していただいたかというと、足が2つあります。これはですね、東西横構図、そして南北縦構図、この2つを、ありがたありみぞ方式で、ワンタッチに着脱ができるということを今回、実現していただいております。実際につけてみましょう。はい、装着しました。ワンタッチで、固定ができます。ガタなく、頑丈に、つけることができています。で、フィルターもですね、これここに、入ってます。はい、で、次に、カメラですね、こいつを今度はつけます。カメラについても3点のネジで簡単に取り外しが、取り付けができるようになってます。次、今度はカメラレンズです。これは、EF100 のマクロレンズですね。こいつを、装着します。本来のカメラボディのように回してカチッというこのクリック感はないんですけども、でも、突き当てでしっかりガタなく、装着することができています。これで一応、組み上がりました。電気的なこのケーブルね、これを1本カチッと挿して、一応これで完了です。これでですね、このコントローラーを使って、このモーターを動かしてみます。こんな感じで動きます。つまりこの2枚の板が、この、モーターの回転で前後することによって、フォーカスイングをするということです。常に、ここの、ピントリングというのは無限遠で固定しておく、固定しておいた状態で、この2枚板の前後繰り出し、これで、ピントを最終調整するということです。でこちらのここね、ここを手動でこういじってもこいつを動かすことができるんで、最悪電気がなくても、フォーカスが、することができる、ようになっております。また、もう1点ですね、3点、プーリーが、ありますけども、このプーリーの中に、スクリューがあるんですけども、ちょっと回さないと分かんないんですけども、ここですね、ここに、芋ネジが、入ってます。この芋ネジを緩めることによって、ここの中のスクリューを単独でこのプーリーを回さず、この中の芯だけを回すことができます。そうすることによって、この平面性というか、このスケアリングですね、傾きを3点独立して調整することが可能になっています。ということで、スケアリングの調整、この CCD に対するこのカメラレンズですね、カメラレンズに対するこの CCD の傾きというのを任意にとことん画面の四隅を見てですね、製造を追い込むことができるということになっております。はい、以上、カメラレンズフォーカサーの紹介でした。